にお外出ました。まだちょっと出たくなかったんだけど、いろいろともう買わなきゃならないものがいろいろあるっていうところで、ささっと買って、ささっと帰ったらまあいいんじゃないみたいな話。今どこ行くの？暖かいね。うん、そんな寒くない。わあ、何これ、ピンクゴールドのメガネとかかっこよくない？すごい。ほら、こんな感じになるのかなと思う。どうかな。似合うよ、なんか昔使ってたメガネにそっくり。これやっぱこういうのはちょっと慣れてるって感じする。どう？구독자분들이어때요？어때요？괜찮으면살게요。まあ結局買うことにしたのね。買います。さっきのフレーム可愛いやつに決めた。決めた。オッパは会社のあれで、まあ、毎週新宿来てるけど、うん、2人で出るのって久しぶりだからさ。てかこれ何なの、猫飼ってる人みたい。この服から全部落ちてんじゃん。オッパもそう、オッパもちょっと立ってない。これ何これ。うわ、最悪。君のせいで。これはひどいだろう。この服もう着れないね。新しいメガネ。いいの買ったね。セロンアンギョも買ったよ。いいね。めちゃくちゃいいの買ったら羨ましいわ。もうすっかり暗くなっちゃったね。ね、早いね。メガネ見てたら時間がもう1時間ぐらいなくなっちゃった。僕もメガネ買おうよ。あ、まあちょうどいいのあったから、ちょっと気になるな、メガネあれ。うん、あ、いいのあった。いいのあった。いいのあった、いいのあった、気になる。あ、本当だ。全然見えないんだ。で、ボディクリームを買うって。これ欲しいなと思って。ドライ。プルプルプル。あ、いい匂い。あ、いい匂いする。おお。いいんじゃない？これでいいじゃん。お、買え？ちょっとこれからお願いします。あ、でもいいのいっぱい買ったからいいじゃん。やっぱり久しぶりに出たらちょっと買い物しちゃうね。入ってみましょう。ここにあってほしいな、コントローラーな。あ、見て似てる。あ、こんな高いと思ってなかったわ。え、7000円もするの？前買った時も7000円だったじゃん。そう、うん、ワイヤレスコントローラー。あ、でもちょっと違う。ちょっと変わってるよね。そう、うん、私が現金持てないんで、一応チャイムに任せます。お財布持ってこなかったね。いや、違う、あるけど現金がない。掃除機見てみる。あ、すぐそこに。あ、本当だ、前にある。見てみよう。ちょっと見てみよう。ちっちゃいこの木組みまとめて、これもお試し。何分くらいですか？これが20分点です。大体 2LDK くらいの床面であれば、1回の充電で。掃除20分もしない。お腹すいた。お腹すいたな。どうしよう、でもお外で食べるのちょっと危なくないですか？ちゃんころ、この中に何か入ってんの？いらない。クリスタル可愛いんじゃない？これ一個買ってみたいんだ。やっぱブルーが欲しいから、何がいいかな。どれがブルーかわかんないじゃん。わかんない。ランダムなの。だからこの中でブルーを選んでみたい。これが僕を読んでる。これにする。じゃあ買ってくるね。こっちの方がいいと思う。あ、ポッパの年じゃん。生まれた年の、かわいい。これ、あ、なにこれ、ほら
かわいい。うわうわ。当店スタッフは金の会社の会員により、店内での会話もなるべくお控えください。かわいいね。この1986っての意味があるのよ。あ、そうね、あるね。自分が生まれた年だもん。後で一緒に開けてみようね。うわ、めっちゃ気分が良くなるこれ。早速入れちゃった。で、ここではチャプチェといいね、ムマレン、いいね、4個ぐらい入れな。そんなしょっちゅう出れないからさ、うん、何食べたいの、うん、なんか色が白いね。チャロプスじゃん。カオンド、カオンドチャロプス美味しいよ。何が違う味。買ってみる。あ、うん、買ってもいい。まあ美味しいよ、カウンドチャロプス。甘い、甘いというか美味しい。いや、試してみ、食べてみ。もう美味しそう。でもやっぱりこれですよね。最初から今日の模型これだったじゃん。気になるな。インドアのチャンネルなんだ。ちょっかい。日本語で縁側って書いてる。本当だ、縁側って書いてる。チヌロミ、チヌロミ。買いまーす。はい。これってご飯でもう今日の夜。そうだよ、あれもうご飯泥棒だもん。あ、疲れた。帰りましょう。めちゃくちゃ買った、こんなに買ったの。3つで1000円は結構買える。あ、まあ確かに。あ、寝た方がいいよ。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。何が言ってるのかな。当てよ。オパはこれ欲しい。私緑だと思う。緑？ジャガジャガジャガ。でーん。キングスライムの緑だよ。